江戸忍法帖は山田風太郎の時代小説。1960年に発表された忍法帖シリーズの一作。シリーズ第二長編。甲賀七尾氏と争う青井祐太郎、各米志士の指定を主人公にした物語。主人公大複数の忍者という構図の最初の作品である。将軍家御用人、柳沢義康は五代将軍、徳川綱吉の四を、 斧が掌握しようとしていたが、仙台将軍、イエツナのご楽院の存在を知る。名は、青井雄太郎、凄腕の剣士である。吉安は、配下の甲賀忍者に雄太郎の暗殺を命じる。かつての伊賀服部半蔵の子孫は途絶え、文家の甲賀服部元斎玄が、忍者の頭領となっていた。玄斎は、雄太郎を打ち果たした者に、孫娘と狩猟の地位を与えると宣言する。 革命死守芸人のおぬいはこの争いに巻き込まれ、弟、丹吉を殺されてしまう。雄太郎も、家臣を殺され、おぬいと共に、復讐の戦いを決意する。江戸人法帳七つの影と題し、1963年5月19日に、東映系で公開。85分。モノクロ作品。シネマスコープ。中仙道のつむじ風の鈴木兵吾と、 よぎの上州路の高田浩二が共同で客色を担当し、地獄の影防止の倉田順二が監督を務めた、山田風太郎人法シリーズ、江戸人法長王と題して放送。同作品は、まず1964年10月4日21時30分22時に、毎日放送で放送されたが、同年度における放送はそれきりとなっている。 それから1年半後の1966年4月3日から再び同局で放送され、同年7月3日に最終回が放送された。同年度における放送時間は毎週日曜15時15時30分。関東地区では1967年7月9日から同年11月15日まで東京12チャンネルで以下の時間帯に放送されていた。ありがとうございます。